ジオラマなんですが、これは私どもが被災地のに暮らす小学生児童たちへの震災後の心の整理というのを目指して行っております心のケアの活動、スカイルームと呼んでいるんですが、ジオラマ作品は全部で3段階あるんですね。で、震災前の私たちの街という、まさに震災で失ってしまった、奪われてしまった自分たちの街や自宅も含めて、それを復活させようと、覚えているものをしっかりとここに紡ぎ出そう。その後第2段階は、あの日覚えている光景という個人作品になります。これはまさにその震災の時ですね。地震が起きて津波の前かもしれない、ある子にとっては津波が来た後かもしれない、またある子にとってはその翌日なのかもしれない。彼ら個人がそれぞれあの日よく覚えている光景を、決して蓋をしないでゆっくりと思い出すように、そして吐き出すようにここに表現してもらったのが個人作品です。そして最後にこちらに置いてありますジオラマは、第3段階未来の私たちの街として、将来10年後この被災地売上をはじめとした街並みの復興が整って、その街のますますの発展を担うのは今の小学生たちです。まさにその子どもたちが10年後自分だったらどんな街に住みたいか、どんな街に暮らしたいか、どんな街にしていきたいかを、将来の未来の自分たちの街として作ってもらったのがこの作品なんですね。この第1段階から第3段階までで、過去、あの日、未来へと時間軸が一本につながるような、そういった取り組みとしてこの立体造形物、粘土で作ったジオラマ作品を作りました。大人の場合はその震災の体験や悲しみを含めて言語で語ればいいですけれども、発達途中にあるその小学生たちはやはり言語化するのはなかなか難しい。この思いをどうやって伝えたらいいの、どうやって整理したらいいの、苦しいながらも分からずにこの出来事と向き合っています。そんな時に彼らに取り組みやすいのは、やはり絵を描いてもらったり、その粘土で使って粘土細工を作ってもらう、決して震災に蓋をしない、あえてそういうことに触れないようにしよう、その姿勢では間違いなく彼らのその欲求は満たされないと思います。話を避け、話題を遠ざけ、あえて見せないようにし続ける、これは決していいことではないと私たちは見ています。私たちの姿勢はそういった思いを受け止める立場として、こういったプログラムを用意して、このジオラマの中で自由に表現してもらう、それを彼らの自身が心の整理を促進させるものとして取り組んでおりますので、それが今こうして作品となって、何より言語以上に、そして文章以上に方々へ訴える力を持っているんだなというのは、ご覧いただけた方々の感想も含めて実感しておりますね、はい。